人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちとドリキャスト40代プレイということです。今回プレイするソフトは集中ロケットになります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲームスタート。このゲームはですね、セガから発売されました、パズルアクションゲームって言ったんですかね、になります。いろいろあるんですけどもね、モードは。まあけど一人でやるんで、とりあえずは4人対戦バトル、これいきますね。人間、まあ今回全部弱いでいきましょうか、とりあえずね。でスタートしまーす。まあステージもたくさんあるんですけども、まあ、今回一番オーソドックスなこの1つ目のステージいきますね。基本的にこのゲームはネズミを自分の陣地に入れるっていうのがルールになっております。で、その猫を入れると減っちゃうんですよね、逆に今度の方が。で、この矢印なんですけどもね、自分の ABXY ボタンに対応した上下左右の矢印が出るようになってます。最大3つ置けます。だから味方に入れたり、味方とか自分のところに入れるのもいいですし、敵を、敵の方に猫をやるってことになります。猫が、ロケットに入っちゃうと、入ってるネズミの3分の1が減っちゃいます。要は、あ、しまった間違えた。基本的にネズミがね、スペースネズミがスペース猫から逃げるためにロケットに乗ってるっていう設定なんですよ、これ。全然ダメだな、さっきから。やった、50。よし、金だと50なんですよね。で、赤いピンクのネズミが入ると、さっきのルールとかいろいろ回って、あー、引っ越しかよ。やべえ、引っ越す。よし。あ、やった。そうやろうダウンか。もう誰が黄色が一番1位は今引っ越しー。またー黄色来た、黄色来た。中火はこれ大事、これ大事ですよ。よし、あ、しまった、くそー、出たか。今何本、今110。よし、きっちり来た。ちょっと待って、間違った。フィーバーがすげえ嬉しい。これ時間内に一番多く集めたボンが勝ちです。もちろんタイトル通りですけど。よし、勝てる、勝てるぞ、これは勝てるぞ。ダウン。よしよし、どんどん来い、どんどん来い、どんどん来い。大事、火が来た。よし、さあ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 、どんどん来て、どんどん来て。ラップかよ。こえー、あ、やべ、危ない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 、猫危ないよっていうゲームなんですよ。このゲームね、おー、勝ったー。またこれあと出しますね。こういうのを3回繰り返すって感じですね。これだからね、友達とかではすげえ盛り上がるんですよ。すげえやりましたもん、だってこれ、このゲーム。一応ね、ネット対戦もできるんですよ、こいつはね、このゲームね。当時できたんですよ。僕やったことなかったですけど、ほんとね。
あとこれ矢印はあの3つしか置けないのもあります。一定時間で消えます。やべえ、めちゃくちゃ殺してるあの猫がネズミをめっちゃ殺してる。よし、ちょっと行こう。全部来い。あ、くそ、やろ。あー、行っちゃった、向こう行っちゃった。あいらねえ、猫いらねえ、あー猫全員に来るっていうね。僕はこのゲームをちょっと知ったきっかけっていうのはですね、実はファミ通で、水島孝之先生っていう漫画家さんがいらっしゃいます。その方がね、いい電子っていう漫画を連載してたんですよね。でそこですごいこのゲームが面白いっていうのを、押していただいてて、それでね、興味を持って買った次第です。けいイエーイ、やったー、くそやろってことできるんですよ、これね自分を守ることもできるし、敵をこうね、敵というか相手にこうやることもできるっていうのが面白いんですよ、このゲームね。はい、こういう感じでイエーイ、こういう感じで。特にいらないけどな、いらないし。やるね、やるじゃんか。ダウン、結構友達と本当にね、4人対戦とかだったらすげえ盛り上がりましたね、このゲーム。そんなめちゃくちゃやったわけじゃないんですけど、でもね、やっぱり。あ、危ない。あー、やられた、くそー来い。何やってんだ、こいつ。イエーイ。負けた、いける、やった。だからすごいね、瞬間的な判断力が要求されるゲームなんですよね。結構やってるとね、本当にハマっちゃうんですよ、このゲームね。これ今はね、出してほしいんですよね、僕ね。本当言うと今こそこのゲーム絶対面白いと思うんですよね。あ、やっちゃった、しまったな。引っ越しかー、おお、やべ、あ、か、クソしちゃった。結構スピードアップ怖いんですよね、猫が怖いからまたかー、よし。来い、よし、こっち来た、よし、やった。なんか。あ、くそ、やられたー。やられた、あかーん。めっちゃやられとる。いらないってー。やべえ、めっちゃ。テレビの争い。いらないけどな。来た、火が来たー。イエーイ、どんどん来い。イエーイ。火が来たっすね。
た。おしまったー。なんかみんなが勝手になんか自爆してるサッカー。いらない。いけるかな。一人目か。いいな。羨ましい。よし、やった。よし、やったぞ。よし。ああ、いけるか。いけるな。多分いける。プレゼント。勝った。これは勝った。よーし。やりました。はーい、脱出。スペース、ネズミはスペース猫が逃げ切れました。はーい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。チューチューロケットいかがだったでしょうか。いやー、やっぱ今やって面白いですね。ほんと出てくんねえかな、最新機種でリメイクで。これ絶対みんな楽しめると思うんですよね。またね、ドリームキャストのソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり率直な感想を出しますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントが、ね、苦手なという方はグッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。